はい皆さんこんにちは、深夜大野です。えー、今日は、えー、少しですね選、選挙とか政治に関する、えー、話題なんですけれども、えー、日本はちょうど総選挙が終わって、まあ、落ち着いて、えー、そうですね、躍進したのが、まあえー、立民。 えー、国民民主と、えー、いうような感じで,でただまあ,あ自民党に寝返るというか入っていく人もいる中で、まあ、誰が主犯指名になるとか、まあ、国民民主だったり立民の方の政策が入っていくのか入っていかないのかというか、まあ、そんなような、えー、情勢政治的な情勢 での収録にはなるんですけどまあ一連のえ選挙等を踏まえて本来今だったら最先端のまあ民主主義えの形を表すとしたらこんな風になるんじゃないかなというのをまあ改めてまとめてえ喋ってみようかなというふうに思って今回あの音声をまとめ 取り始めました、まあアメリカの方では、えー、ちょうどまあ11月ということもありましてトランプさんなのかハリスさんなのかというところで話題としては、えー、非常に強い話題となっていますでまあアメリカの方のニュースのところを言うと、まあ、民主主義というものをかなり えー、掲げて、えー、1950年代、まあ、1900年代の半分、まあ、日本の敗戦後というようなイメージでもいいかと思うんですけど、まあ、民主主義というものを、まあ、過去70年なり80年なり引っ張ってきたアメリカも、えー、民主主義というものがあまり、えー、スムーズに機能しなくなっているというような 行動もありますよね要は、えー、選挙が正しく行われていないんじゃないかというその,の内容に対するそもそもそこの部分があ疑念にさらされているっていう状況ですよね。でまあそんな中で、えー、ICIT 大国 ICT 大国でもあるアメリカがそんな状況である中でじゃあ,あ現在の IT とか ICT とかを活用して、そういう民主主義をこう推進する。推進するというのはおかしいかな。民主主義的な、まあアメリカが今までまあ戦争をするまでして正義だと掲げてきたようなもの。まああくまで曖昧にいきますけれども。と、プラス、それに対して社会主義的な、うーん、もの。 で守ろうとしてきたものそれをまあ同時に実現させることってできないのかなっていうようなところに、えー、政治自体が進化してしまえばいいのかなというような感じがしてきているわけですね。でまあ具体的にうーんどういうことなのかなというと、えー、以前にこれもまあうーん選挙のシステムとか政治のまあ政党とか政 自分のアイディアについてしゃべる機会はあの動画の中ではあったりするんですけど、まあ、これに関してはあ、まあ、簡単に言うと、えーまあ、20代とか10代の人にも分かりやすく言うと、まあえー、推し活でいいのかなと、えー、いうふうなのがあるんですねベースとして。つまり、えー、誰かが何か、えー、政治的なアイディア えー、を持ちますと、まあ、政治的なアイデアって何かっていうとこういうような法律社会の取り決めがあったら、えー、この社会はより良くなるんじゃないかというアイデアですよね。でそのアイデアをまあ掲げますと。でそのアイデアを掲げた人に本来は、えー、ぜひそれを、えーまあ、詳しく進めて、えー、関連する法案とか 関係する人々への調査を自ら、まあ、手足を動かしながら、えー、詳,細詳細に調べていってでこういうふうな状況がこういうふうな状況で、まあ、分かってきましたよとか、まあ、専門家にも聞いたりしてですねそれでこういう法案を私は考えました。教えてはどうぞ国会で皆さん審議してください。で他のお、まあ、同じようないろいろなアイデアを持って集まっている まあ国会議員の方たちがそれに対していやこういう観点ではどうなんだこういう観点ではどうなんだっていう、まあ、政策に対するまあそのクリエイティブな政策に対する創造性豊かな、まあ、ディベート討論がなされるべきなんですよね本来はねまずそういう大前提があ,ある中で、えー、まあ推し活だとこの人はこういうアイデアを持っててこういうものを実現するから押、まあ、されるべきなんですよね で、その押される推し活のシステムとして、えー、自分の中でこれはどうかなって今アイデア段階でまあ浮上してきたのが、えー、もう365日選挙でいいんじゃないのかなという考え方ですでまあ選挙をするたびにこれがまあ何度もえ言われているというかまあ弁護士の団体がですね、えー、憲法に違反してるんじゃないかって毎回 言うののが、えー、要は1票の格差ですよねある地区においては1票はこれだけの重さがあってある地区においては、えー、1票の格差がまあ,あるんだとそれは憲法違反じゃないかというわけですでまあ、2倍以内だったらいいんじゃないかみたいのが今現在のあのあり方なんですけどうーんじゃあ今まあ地域だったりとか、えー 全国でもいいですけど、まあ、インターネットが普及しているわけなので、うん、例えばあるローカルの問題に対して私はこういうアイデアを持ってますっていうふうに言った場合、えー、実はそのアイデアがあ全国の他のところでもあいいねというふうにあの評価される場合すらあ,ありますよね。ということで、うん、もう選挙区というもの自体が えっと、基本的にこうなくていいのかなとだから全国どこでも誰でも、あのー、投票その推し活の人を投票できるというふうに考えてもいいんじゃないかなというふうに、えー、思ってますこれはちょっとまだ、えー、ちょっとやや無理がある発言なのかもしれないんですがそんぐらい自由でもあのローカルに対してこの人だっていうそういうこだわりのある人がそういうふうにすべきであって でえー、そうじゃないのであればん例えばもう本当にローカルの人でも、あのー、全国からめちゃめちゃ投票が集まったみたいなあの話でもいいと思うんですよね。例えばですけどあのー、まあ今キャバクラの業界のことを割とよくリサーチして知るようになっているんですけど北海道の子が、えーまあ、すスキの、まあ、そういうあの場所 に割と、えー、そういうお店があると思うんですけど、えー、全国からあーまあインスタだと56万人のフォロワーがいるみたいな子がいらっしゃったりしますよね。っていうような感じで全国区になりえるっていうのは別にどこでもいいわけですよね。結局東京に出てきてその全国の代表として国民の代表としてそういう立法活動に携わるわけなので。 というのがまあ1点目です。その全,全国区で投票でいいんじゃないかっていうことですね。あくまで、えー、この地域から出てるよっていうことではいいと思うんですけど <laughs>、全国どこで投票してもいいっていう、その地域の枠組みをぶっ壊していいんじゃないかなっていうのが1つ目です。なのでまあそういう意味では応援票みたいなのも全国に向かって集めやすくなる。で、私は全国からこれだけ票を取りましたから、 えー、その民意はこういうことですっていうことが、まあ、言えるようになるっていうことになります。そしてですね、えー、もう一点目はその推し活といったのには意味がありましてさすがに全国であれば誰か推せる人は一人でもいるんじゃないかなっていう国民の意識の高まりも引き出せるんじゃないかなっていうのが一点目と2、えー、点目は365日選挙だっていうふうに申しましたけど 例えば推し活だった人推し活で推していた人の推しをあのやめるっていうことってあの案外あると思うんですよねうんちょっと一旦中座しますねはいお待たせしました、えー、続きなんですけれども要は推し活中に、えー、誰かにやめ誰かの推しをやめて また誰かの推しがすぐにできる場合もあるしできない場合もあると思うんですね。だから要は、えっと、今問題になっている選挙に行かない人っていうのは推しがいないっていう状況だと僕は捉えていて、まあ、ステータスとして、まあ、その人の、まあ、状況ですね一国民に対して一人の人を推すっていうふうにした場合推しがいるかいないかっていうステータスが、まあ、365日常にオンになってるかオフになってるかがあると。 1>, で1人しか押せないというふうにした場合365日いつでも変えていいというふうにした場合、えー、まあざっくりあの衆議院議員の方が500人いるとした場合、えー、その500人がまあ途中で辞めることがあるっていうそういうようなことになります。 つまりまあ,あの国民からの信託を得られなくなったので国会議員ではなくなり別の人になりましたというようなまあ変更が365日起きるわけですよね。それはもしかしたらその人の不祥事かもしれないし何かしら言動の,あのミスかもしれないしもしくは逆にあのより緊急性のある問題に対して誰かが必要になって、 で送り込まれる場合もあるかもしれないといとうことになります、まあ、これが一つのアイデアでまあ実際問題そんなにあの順位が大量に入れ替わってもう毎月のように国会議員が入れ替わるみたいな状況が起こるとなると、まあ、政治が混乱するんじゃないかという声もあるかと思いますので例えば、えーまあ、これも、まあ、当たり前のことかもしれませんけれども 学校レベル学校とか大学とかそういう小さなコミュニティ内でまあ仮に実験してみて、えー、実際どういうことが起こるのかその信託というのがコロコロ変わるものなのかっていうのを確かめてみたらいいのかなというのがまあある意味実験段階のことにな,るなりますでこれだけ情報化社会でありネットが普及しているわけなので えー、審議している内容政治家がそれぞれ活動している内容っていうのも、まあ、毎日のようにその正確にレポートが上げられてしかるべきですしそれに対するあレポートが来た時にあこれはこの人は自分が期待していた評価じゃなさそうだなと思ったら、まあ、そこから外されるわけですよねなのでそこの何、えー、て言うんでしょうね自分の今の仕事から出ていく出ていかないはその人の,あの信託されたけど 自分は今のキャリアにおいてはアイデアだけ貸して誰かに任せたいとかいう人もいるかもしれないしいやい,いいでしょう私がじゃあ行ってやりますわって言って行ってきてで行ったはいいけどすぐになんかもう国民から見放されてもうそれはやんなくていいって言われちゃって企業に帰ってきましたみたいなのもまあ税金でそれは国民から必要とされたわけですからまあ給与面っていうんでしょうかねその待遇面においてはその会社に えー、補填してあげるとかそういうところでの税金だったらまあ使っていいんじゃないかなというふうに思うわけですただその入れ替わりに関しては、えー、そうですねどういうスパンで考えるのか1ヶ月なのか3ヶ月なのか2週間なのか1週間なのかそういう細かい考え方があると思うので入れ替わりをどれぐらい許容するのかっていうのはあのー、まだアイデア段階ですしかもですねこのままあ 結構革新的なアイデアで、えー、そうなればこうライブ感が漂う政治っていう風になってくると思うんですけどだからその方がいいとは思うんですけど何にせよあのー、今のこの、えー、政治家の選び方というのはもう憲法の中で定められている内容も結構あるので憲法改正をやらないとそもそもダメじゃないのっていう話もあったりしますはいなので憲法を変えてまで 何か新しい政治,政治形態を日本で自らチャレンジするんだというかなりの意気込みが国民の中に芽生えてきてえそれこそ国民投票をやらない限り実現できないっていう内容ではあるんですけどまあ世界の民主主義だったりまあ社会主義もまあある程度のところで行き詰まった中でうん ある意味こうなんだろう混迷してるわけじゃないですけどうーん,なんか新しいものが政治体制的に見えない中で何かやってみるっていう新規性に対する日本人のチャレンジがあるのであればああ日本がこんな面白いこと始めたよっていうのは僕ありじゃないかなというふうに思いますね。 で、そういうまあ、民意の反映のさせ方、新しい反映さのさせ方っていうのが、まあ改めて定着した時にはまあ世界の政治形態に関しても、そういうやり方があるんだなっていう風になっていくんじゃないかなと思います。はい、まあこのそうですね。原案的なアイデアとしては、まああの直接選挙間接選挙っていう。のが。あって 要は国会議員に託してるっていう部分ではなくて直接的にあの政策に対するあの投票もまあできるわけなので国民が自らですね主権者として。だからそこまでやってもまあインターネットなの,の世界なのでできるんですけどまあそこまでうーんお手を煩わせずに。 おのの人にこの人ににこ決めてもらうよっていうところだけは残すみたいなそういうまあ、うん、本来であれば全部自分で考えて決めればいいんでしょうけどまあ政治から離れていられるっていうのもある意味平和で、うん、人生をこう楽しめるっていう特権でもあるのかもしれないのでそれの中でもさすがにちょっと民意を反映しなさすぎじゃないかっていうような。 感覚をなくすための手段としてはいいんじゃないかなっていうふうに思って、えーまあ、今回こんなふうにしゃべっています。はいえー、というところで、えー、こ今回はですね、まあ、簡単にまとめますと推し活で見るような一人が一人を推す推さないだけでシンプルに365日変えていいよとでそれに基づいて国が誰が国の代表として この立法をま進めてもらうか進めてもらわないかを判断していくよみたいなうん割とまあ信任信頼っていうものをまあなんて言うんでしょうねうん信頼を得た人に対してまあその人にお金なり権限を与えていくっていう本来のシステムに近づくんじゃないかなということでお話し,しましたはいえ何か今後のね将来や制度設計 などの参考になればいいのかなというふうに思いますはい、というところで今日のお話終わっていきたいと思いますありがとうございました